トゥース。はい。糖尿太郎です。いいでしょう。見てください。この田園風景。いいでしょう。私はね、こういうね、クソ田舎にね、住んでるんですよ。はい。そういったね、クソ田舎の、このクソ田舎のとこの田んぼのあぜ道に、今ですね、車を止めて話しております。はい。でね、まあこの、後ろの方にですね、幹線道路が見えますけれども、ああ、今、ちょっと、トラックが通らないな。こんな感じで見えると思います。はい。後ろの方に、トラックがね、この辺に見てると思うんですけれども。で、なぜこんなクソい中に、で、動画を撮ってるかというと、今ですね、私は、糖尿病の定期検診に行ってまいりました。で、まあ、結果はですね、後ほど紙を見ながら、その検査結果の紙を見ながら説明したいと思います。はい。でね、先日の動画でですね、健康状態の悪いあなたは再就職なんかできないよという動画をね、あげました。というのはですね、我々、運転手はですね、もちろん、運転する仕事じゃないですか。ね、運転手なので。で、まあ、長距離ドライバーだとか、私みたいに、昼とか夜勤とかね、やるような人はですね、年に2回ほど、その健康診断を受けなければいけないと。これね、法律で義務付けられております。で、なのでね、なんでその、定期検診というかね、年2回ほどしなくちゃならないかというと、やっぱりですね、健康に問題がある人は、運転手できないんですよ。それはそうですよね。なんか心臓疾患があったり、脳の病気、目の病気、まあ、糖尿病、血糖値が高いとか低いとか、ね、そんな、肝機能が悪いだとか、でそういった時に、運転中にですよ、もしね、脳の血管が詰まって、運転中に亡くなられたという方も多いんでね。で、その方一人がね、亡くなれば、なんてことないんですよ。まあ、信号待ちで、まあ、ぽっくりと、おーっと、死んでしまったと。言ったんであれば、まあまあ、お気の毒ですけれども、まあ、気の毒だったよね、の話で済みますけれども、それは第三者に、ね、第三者の大怪我をさせた、あるいはね、死亡させてしまった。これはね、もう、大変なことになります。で、そういったことがないように、我々運転手は健康に気を配らなければならないと。タクシードライバーもそうです。バスの運転手も、長距離のトラックも、地場のトラックの運転手も。で、ダンプだろうが、軽トラだろうが、まあ、なんというか、広く言えば、もうね、自動車、運転する人、原付だろうが、大型トラックだろうが、ジャンボジェット機だろうが。そうやってね、運転する人はね、健康に十分に気を配らなくてはならないということですよ。で、人の命を預かっている。たった一人でね、車を運転するときでも、やっぱ、周りにいるじゃないですか。周りの歩行者でも、自転車でも、歩行者でも、なんかすげえ、仕事するのどうだ。ここね、自衛隊があるんでね、今、セスラ機が私の上空を、おぉ、すごい飛び方するな、あれ。あんなにひっついて飛ぶんだ。はい。ちょっと画面をね、切り替えてやっても、よかったんですけれどもね。私の上空を自衛隊の練習機ですね。練習機2機ほど私の頭上を通っていきましたけれども。で、話はちょっと
それましたけれどもね、本当ね、運転手というのは自分一人ではない。ひとたび事故を起こせば大変な惨事に、ね、なってしまうので、でなので健康に気を配ると。で本当ね、若い頃暴飲暴食だとかね、なんかむちゃくちゃな生活をしていると、よくよく40代50代になって、その肝機能だとか腎臓だとか糖尿病になって、血糖値がね高いだとか低いだとかね、で糖尿病というのはね、もうね、全ての病気のね源にねなってしまうんですよね。で糖尿病で亡くなったという人は少ないんですよね。で糖尿病というのはね、何が恐ろしいか、合併症なんですよ。先ほども言いました通りに、血糖が高かったり、この血糖が高いと血管の中がね破壊されてしまうんですよね。血管ですよ、血管の中が破壊されてしまうと。でそれはですね、前の動画で何遍も詳しくね説明しているので、その辺のところはねもう説明しませんけれども、気になる方は私のその糖尿病と親父トラッカー日記糖尿病と打ってもらえればね、いくつか出てくると思うんですよね。そのなぜ糖尿病が怖いかといったところがね出てくると思うんです。で本当ね、我々はその健康に、本当健康に気をつけていかなくてはいけないといったところで、この辺で私の検査結果をお見せしたいなと思います。はい、それではですね、本日は2021年の4月17日です。はい、ほんとね、30分前に行ったんですよね、病院に。でもこの結果はねほやほやです。はい、これね、先週の土曜日にね医者に行きましたんで、その4日後ですね、今日は水曜日ですね。なので先週の土曜日に行って、今日水曜日に結果をこのように聞きに行ったといったところですね。で、まあ、結果で黒いね、この数字で書いてあるところが、それぞれの、まあ、項目ですね。はい。で、このような項目と、で、総タンパクというんですか、結果が 7.1 になっておりますけれどもね。で、まあ、その 6.5 から 8.2 の間であれば正常であると。これ栄養状態ですね。この栄養状態をね、見るらしいです。なので、舌がアルプミンというかな。で、4.4。これも 3.7 から 5.5 の間で、であれば正常と。なので、栄養状態もいいですね、と。で、同じように、これもですね、総コレステロール214と。で、219、150から219の間であれば OK だと。で、総コレステロールもね、OK なんですよね。で、ところですね、私前回このね、中性脂肪、今124になってますよね、124。あ、前回じゃない。今回ですね、今回はこの124になってますけれどもね、これがね、前回がね、210何ぼだったですわ。で、この中性脂肪はですね、なぜ前回が200何ぼあったんかね、わかんないです。で、前回測ったんがね、11月ですね。で、その3ヶ月、4ヶ月後にね、検診にまた来たんですけれども、その期間で、もう正常値まで中性脂肪を落としていると。いったとこなんですわ。で、これ、脂質ですね、脂質。まあ、要するに、油分、血液中の油分というかな、それを調べたみたいなんですけども、これにもう正常値ですね。はい。で、ここの、
人機能ですね。人機能も OK だと。なので、もう、数値をね、数値を見る限りではもう問題ないと、言ったところなんですよね。で、特にですね、その、糖尿病でしたらね、その、血糖だとか、ヘモグロビン A1C、これがね、一番大事らしいんですよ。これが6.1と。ちょっとね、前回よりはね、若干上がってますね。前回がね、6.0だったんでね、これが6.1になってるんでね。ちょうどもギリギリですね。はい。糖尿病に関しては。なのでね、ほんとね、この4.6から6.2の間だったら、もう、問題ないと言ったところなんですよね。なのでね、まあ私、一旦糖尿病と診断されたんでね、数値が下がっても、もう一生糖尿病は治らないよと言われたんでね。まあ、このヘモグロビン A1C が、いくらね、下がっても、まあ気をつけようかなと思っております。で、特にね、この、血糖値ですね。今回はこの血糖値が書いてありませんけれども、まあ、空腹時で70から109の間ですね。これ前測った時はね、この空腹時の血糖値がね、110いくらでした。はい。ちょうどもね、お医者さんは、いや、問題ないですよと言われたんでね、まあ問題ないのかなと言ったところでね。で、このようにですね、本当私はね、まあ、食事制限もしております。おりますけれども、たまにね、週末なんか結構ね、家で焼肉したりね、週末ごとに焼き鳥焼いたりだとかね、結構ね、やっております。はい。やっておるんですけれども、やっぱりね、野菜だとか、野菜をしっかり取りますしね。で、脂っこいものはね、ほんとね、極力、ほんとね、極力食べません。で、間食もね、もうめったにしません。ほんとね、ほんとめったにしません。前はね、ほんと、腹が減ってる時間がね、ほとんどなかったんですけれどもね、今ではね、ほんと腹減ったな、なんか食いたいな、の時間がね、2時間とかね、やっぱあります。やっぱり、ちょっと小腹が空いたからってね、食べるんじゃなしにね、少し腹が減ったぐらいはね、我慢して、夕食までに1時間ぐらいにあればね、そのぐらいの間は、例えばですよ、パソコンやったり、スマホをしたり、なんかね、テレビでニュースを見たりしたりしたらね、そんな時間はね、すぐ過ぎますよ。で、それで時間を潰すと。で、夕食までに待てないで、なんか間食をしたり、その間にビールをね、ガーッと飲んで、つまみ、柿ピーとかをね、バリバリ食べて、その後にね、ご飯をたらふく食ったんでは、それは肥満のもとになって、で、血糖値が上がってしまいな、糖尿病になると。いった感じにもね、なってくるんで、ほんとその辺はね、気をつけないといけないなと思っております。はい。なのでね、皆さんも本当、日々の努力が、やっぱり報われると思うんですよ。なのでね、本当私のように、もう50過ぎてね、糖尿病と診断されたらね、辛いですよ。本当に食べたいもんもね、食べられないので。はい。なので、今現在ですね、俺今、若いから、大丈夫だよと思って、バリバリそんなん、してたらね、年をいってから、本当体調不良になってしまうんでね、その辺のところは、しっかりと気をつけられて、やられてみてください。はい。そういったところでね、車の中から撮影しましたけれども、本当ね、皆さん、健康にはね、気をつけられて、日々ね、健康で長生きがね、一番です。ほんとね、なんというか、あちこち悪い、もうなんか、なんかね、しょっちゅう病院、
がよいをしてね、本当生きてるのが精一杯という感じで、80歳も90歳にもなったらね、家族が迷惑しますよ。医療費もね、莫大かかります。なのでね、本当健康で、考えてみれば健康保険払うばっかりで俺は損だなと思うかもしれませんけれども、やっぱりね、保険料、払うばっかりでは頭に来ますけれどもね、やっぱりね、健康が一番ですよ、はい。なのでね、なんていうか、病気になって病院に行った方が儲けみたいな感じもね、いますけれどもね、はい。ですがね、ほんとね、病気をせずに長生きが一番です。で、ほんとね、病気になった時には、すぐ死ぬ方がいいですよ。はい。私もね、ほんと大病になったらね、もう一週間ぐらいで死なんかなと思います。はい。一週間っていうか、もうね、二日後にはね、一日でもいいですわ。もうぽっくり死ぬぐらいがいいですわ。うちの親父もお袋もね、たった一日で死んだんでね。親戚からは、長く患って、寝たきりになるよりは、いい死に方だったよと、ね、言ってましたんで。自分たちもね、親が死んだらやっぱ悲しいですけれどもね、後々考えたら、よくニュースであるじゃないですか。本当何年も寝たきりになって首を絞めたとか、無理心中だとか、そんなんね、悲しいですよ。はい。なので、結局はね、家族に迷惑をかけてしまうんでね、その辺のところはね、本当、健康で長生き。で、病気になったらね、もう、とっととくさばりましょう。くさばりましょう。本当に。はい。そういったところで本日の動画は以上にします。ありがとうございました。健康第一。歯は悪いけど、歯が悪い例でね、死んだ人はいませんけれども、ちょっとね、歯医者行きたいんですけれどもね、近日歯医者にも行こうかなと思っております。それでは、ありがとうございました。